1J と 2J の違いはなんだ。あらもうなんだ質問。 1J と 2J の違いですか。パワーこんにちは、トラスト企画の花です。葵です。うーちゃんです。今日は、まあ、入庫車両の動画ではあるんですけど、うん、はい、もう冒頭で言っちゃいます。何ですか。こちらのアリストですね、見た目結構ノーマルチックっていうか、うん、そんなチューニングされてない感じなんですけど、うん、結構パーツが入ってるので、はい、あのアリスト乗りの方、こちらの車からパーツ出るので最後まで見てください。はい、で今日、まあ、ご紹介するこちらのアリストはですね、はい、みーくんが買い取ってきた車みたいです。どこから買い取ってきたんですか。こちらはですね、某大阪から。某大阪かららしいです。もういらないね。もういらないです。そう、大阪から来たアリストなんだ。そう、来たアリストだった。なんか大阪から来たアリストって聞くとなんか関東より怖い。なんか私もわかる。めっちゃそれわかる。わかる。わかる。ちょっと怖くない？怖い。しかもなんかね、綺麗なのがまたなおさら怖いんですけど、結構ねいいパーツがついてるのでね、ちょっと見ていきましょうか。まずは外装、どこが変わってるのかな。前は別に変わってないかと思いきや、ここボンピンなんですよ。これ、これ私はあんまり好きじゃない。ボンピンあんま好きじゃない。あんまり好きじゃない。ちょっと開けるのさ、あれだよね。そう、めんどくさい。そう、普通は多分ここでね、ガッて開くんですけど、うん、ボンピンで、ちょっと、ボンピンだけど、ここが必要なのかな。うわ、外から見えるわ。わかる？どうやって開けんだ。あ、こうだ。あ、こうだ。引っ張るんだね。これちょっと開けるの大変。そう、これアリストって普通ボンネットめっちゃ重いんだけど、うん、これ軽い。こちらのめっちゃ軽いよ。これの変わってるんだ。じゃあここも、そう、これカーボンなんですけど、うん、これはトムズのアリストのボンネットになってます。めっちゃ軽いもんね。そう、そこにもねトムズってあるんだけど、入ってる。これめっちゃいいボンネットじゃないですかね。多分これだけで数十キロ変わる気がする。車体の重さがめっちゃ軽くなってる。でもエンジン開けちゃった。チラッと見えちゃってるんですけど、これエンジンの周りもちゃんといろいろ変えられてるんですよね。結構変わってて、うん、ここのね排気系じゃなくて、うん、吸気系が H ケースのものになってます。 H ケース RS って入ってますね、うん、あんま見ないけど、うん、でタワーバーンもついてて、これがクスコのタワーバーンになってま す,、うん、ますね。でこっちはインタークーラーは HKS のものに変わってます。すごくない、うん、でキャップとかはサードのラジエーターキャップと、うん、こっちがかっこいい TRD のものになってますね。すごいね。葵ちゃんにクイズ。はい、このエンジンは何でしょう。アリストは 2JZ です。あ、正解。一歩進歩。一歩進歩。1J からさらに 2J だって感じ。そうそうだったから。正解。 1J と 2J の違いはなんだ。あらもうなんだ質問。 1J と 2J の違いですか。パワー。筋肉じゃ。筋肉になった。排気量が違う。あ、その通り。なるほどね、さすが。 2J は、 2J は2.0。 マジで。これ嘘だった、どれぐらい。あ、ここでじゃない。 300cc。 本当に。ゼロ1個足りない。ちょっと当てずっぽうでたまたま当たっちゃっただけ。教えてください。答えは 2J は、はい、3000cc、 3リッターです。あ、3リッター。 1J は 2.5 です。 2.5、 2.5 から、そうなんだ。そうなんだ。そしたら馬力的にはこっちの方がある、うん、まあ馬力は同じだけどトルクはこっちの方があるんだ。モリモリなんだ。へ、
ドリフトの人はどっちの方が好きなんですか？2J と 1J。 主流は 2J かな。おー、そうなんだ。 2J なんだ。へえ。次は外装、ね、外装も盛りだくさんだから、ボンネットだけじゃない。もうボンネットでなんか十分、めっちゃいいねこれね。お金かかってるよ、ね、かかってるよ。はい、こちら足回り、これさすごい目を引くんだけど、このホイール合ってるよねこれ、うん、アリストに。めっちゃ合ってる。てかこのアリストはさ、めっちゃセンスいいよね。いい。そう、こちらはアドバンレーシングの RS っていうホイールですね、うん、ホイールなんだね。こちら何インチだろう。これは19だ。19だ、うん、結構大きい。大きいもんね。そう、それに合わせてかわかんないんですけど、うんうんうん、ブレンボさん入っちゃってますよ。入ってますね。しかもこれフェラーリのブレンボらしいですよね、阿部ちゃん。 F50 のブレンボだね。めちゃくちゃ止まりたい車の。めっちゃ止まれるねこれね。はい、で、ホイールは4本通し同じなんですけど、なんと後ろもブレンボが入ってます。前だけじゃない。このアリストすごいんじゃない？すごいね。お金がかかってるよ。超かかってるよ。はい、ではまたお金がかかってるポイント。何ですか？でるん。あ、ウィングがある。ウィングがあるね。これ後付けウィングですよね。そうだね。穴開けて。ああ。普通はないもんね、ウィングが。私あんまりアリストのウィングも好きじゃないかもしれない。アリストはかっこいいけど、そうだね、ウィングがなんか合わない気がする。見慣れないよね。見慣れないんだね、多分見慣れないからだと思 う。でもちゃんと高いカーボン製になってるし、ここのナンバープレートもそうさ、わざわざ変えてあるってこと。これもカーボンで、下も見てください。下よ、下ディフューザーついてるんですよね。これすごいよね。ねえ、効きそうだ。うん、大阪のアリストだよ。もうこれ大阪のアリストか。そう、これが大阪のアリスト。あうちゃん、大阪の人敵にますと怖い。勝手な、褒めてるんだよね。そう、褒めてます。しかもこれチタンのマフラーが入ってます。これはさ、すごくない？どこまでもね。ちょっとちゃんとお金がかかってる。アリストってでもいい車だからね、高級車っていうか、うん、だね。全部ブレンボついてるもんね。艶もあるし、傷もないし、うん、外装綺麗だね。外装めちゃくちゃ綺麗です。じゃあちょっと次は、はい、内装を見ていきたいと思います。はい、はい、では内装をちょっと見ていきましょう。よいしょ。これ、おお、知らなかった。アリストのこういうところ好き。好き。今見ました皆さん。すごい。これはこのハンドルはこれ本物ですか？こだってこんなにさ かけてるのに偽物だったら、偽物はさつけないよね。これ本物です。これは本物ですね。うん、うわー、でこれ出たよ、このさ。動くやつでしょこれ。これ使ってたパターンじゃない、オーナーさん。ねよ、絶対。絶対そうだもん。そうだよね。うん、で驚きなのが、うん、こちらの革シート、うん、まさかのレカロ製っていうの。しかも内装と合ったベージュ。そうそう、そこね。センスどんだけあるんですかって感じじゃない？ベージュってなんか高級感めっちゃ出るよね。うん、結構なんか革のレカロがあるって知らなかった。うん、張り替えたんじゃないかな。張り替えか、もしかしたら。うわ、うん、合わせるためにね。すごい、すごい。ちょっと定かではない。うん、あんまね見かけないですもんね。うんうんうん、すごい。気になる。どうした？気になるんだけど。え、これマジの金じゃない？やだ、触れないよ。あ、でもこれオートマなんですね。ね、オートマなんだね。アリストはオートマしかないんです。あ、そうなんだ。マニュアルない。マニュアルありそうなの。へえ。こっちにはね、デフィーのゲージとかがついてますね。そうですね。あ、こっちにもついてるよ。あ、デフィーのターボタイマー、ちゃんと。とここにデフィーと HKS のモニターがあって、あれ何？そう、ここになんか太陽光発電みたいな、太陽光パネルみたいな、パネルみたいな、太陽光パネルです。につい
てるの初めて見た、うん、ね。よくさ、ダッシュボードとかにさ、うん、動くなんか人形みたいなのでさ、うん、あの動きついてるやつだよね、こういうやつでしょだけどそういう感じでもないそれではないか、うん、なんだろうね、ね、なんだろうね。よくちょっとこれは分かんないです、うん、これまだついてる、ここのこれが、うわ、すごっ、すごい、このアリスト半端ないね。これちょっと後ろの席見てみますか、うん、後ろの席も見ましょう。後ろの席がこちら、こちらでーん、箱が山積みとなっております。山積みですね。これあれですね、いい例です。パーツも一緒に買い取らせていただいております。見てこれ、本革のクリーナーまであります。おー、ちゃんと手入れしてたんだ ね、 ねー、 EVC 何、めっちゃプラグある、 H ケースのすごい、これ昔のデザインかな。本当だ、本当だ、見かけてないこのデザインとかだったり、うんうんうん、あ、ちゃんと取ってあるんだね。ここにも H ケースのスライドカムプーリー、うん、H ケースもこれもちょっと古いデザインな気がする、うんうん、でもいっぱい入ってますよ。これは何だろう、本だね。あ、本のやつ。あ、このメーカー見たことある。ボシュボシュボシュ、すごいね。ありまして一つずつ全部箱に入ってちゃんと取ってある。そうです、うん、で実はね、トランクにもあるので、トランクも見ましょう。トランク見ましょうか。トランクオープン。大丈夫これこれ、アリストだし大阪だから怖いよこれ、怖いよこれ。どうする、あの入ってたら。でもだってこれ鍵穴があるからさ、鍵ないと開かないんじゃない、これね。多分開かないよ、これ怖いよ。やってみる、うん、開かないんじゃない、怖くないだってほら、硬いもん。開かない、あ、開い、ここは開いたけど、うん、こここ怖い怖い怖いよ、怖い怖い怖い。銃とか入ってた場合やばいですよ。この動画がお蔵入りになります。お金とかでも怖いもん。お金だったらね、お金だったらいいか。お金だったらいい、いいや、ここカットしてもらおう。え、重い、大丈夫、え、怖いよ。これはダメなんじゃない、怖いよ。これダメな重さじゃない。見てみる、確認見てみるか、いきますか。はい、ちょっとドキドキさせないで車検証とかですね、大切だね。でも書類行かなきゃ確かに大切だけどやめてあのダッシュボードの下の入れも小物入れじゃないんだね。そう、もうちゃんとこう守ってるもん。だって鍵付きだよこれ。よかったお蔵入りになるかと思った、危ない。大阪の方はこうやってやってんのかな、逃げてんのかな。なんかあった時にこれ持って走る。あー、なるほどね、これ持って逃げれるもん大阪の人のイメージやばすぎでしょ、うちら勝手に決めつけて。この車ちゃんとね、書類とかもあります。すごいね。他には箱もありますね。これもどうだろうか。おー、あ、パーツだね。一つずつちゃんと梱包されてるよ、うん、プチプチで。すごい。テールとかだったり、なんだろう、ライトかな、はい、ライト関係とかも。だからこう変えてんだ、そっか、すごい。すごい、うわー、こちらのアリストはすごいな。これこっちの箱もライト系かな、あ、配線があるもん ね、 そうだね、他にもライトで、うわー、ライト遊んでたんだな、この車遊んでたな。すごい。じゃあちょっとこれは入れとこ、お戻ししようお戻ししとこ、ちょっと期待しちゃったけどねはい、でこちらのね、お金がかかってる綺麗なアリスト、うん、すごいね。これすごい、これ小売りしてもいいんじゃないかって思うんですけど、これだけね、パーツがあると。そうなんですよ。プラスト企画ではどうなるんでしたっけ。これはもうこのパーツたちは、えいってえい
インってヤフオクの方に出ちゃいますねこれは。そうですね。でこちらのアリストは本当に状態も良くて、パーツも一つ一つね丁寧に梱包されてるので、本当に綺麗、結構いいパーツが期待できると思います、うん、でこちらのアリストのパーツはヤフオクの2号店2号店ですの方に、あ、1号店かな、トヨタ、トヨタ1号店か、すいません1号店です、すいません、1号店の方に出品されるので、気になるね、あのパーツがあれば、そうです、でボンネット一押しじゃない、一押しです、ボンネットとか一押しなので、うん、ぜひ確認してみてください。はい、お願いします。こういうね車はねトラスト企画大好物。そうだね、もう本当にありがたいよね。そうパーツと車体で合計で考えたら、もしかしたらうちが一番いい金額出せると思うので、うんうん、ちょっと売ろうかなって迷ってる方はトラスト企画までお問い合わせください。お願いします。ではまた次回のビデオでお会いしましょう。バイバイ。